はい、皆さんどうも橋本でございます。前回から少し間が空きましたが、スベタナ公共誌我が祖国より第3局シャールガの解説を始めていきたいと思います。3回目の今日は172小節目から263小節目までを解説していきます。172小節目は前回の続きになります。で、最初のボーイングですが、フォルティッシモになります。セイをダウンで弾いた後、2拍目もダウンで弾き直しを行って、でしばらく弓中となります。で、このポジションは正のオクターブの形が出ていますので、第2ポジションでまとめて飛ぶようにしてください。で、正ゲーになったところはゲー線1本でゲーを解放で取っていただいても構いませんし、あるいは3拍目の正アーガミ出てきますので、それを見越して第3ポジションを使ってで取っていただいても構いません。176小節の2拍目からはボーイングを説明していきます。で、印字されている楽譜では最初の2拍目が、で、この8分音符16分音符2つのフレーズがアップダウンと逆意味の形になっています。で、この通りに弾いていただいても構わないんですけれども、3拍目の8分音符にアクセントがついていますので、これをダウンで弾きたいのであれば、その前から遡りまして176小節目1拍目をあえてダウンダウンと続けていただいて、ソルさんと同じ16分音符を今弾きましたようにアップ、で、その後3拍目を今弾きましたようにダウンアップと続ける形になります。で、それ以降は、はい、最後だけ次の小節をダウンで終わりたいので、アップアップと続ける形になります。もう一度ゆっくりいきますと、8分音符ダウンで弾きたいのであれば、このような形となります。179小節目からのボーイングはアップ E の意味となります。次もしばらくこの形が続いています。で、182小節目からがポジションになりますが、注目していただきたいのは2拍目からになります。で、1拍目の D はオクターブになりますので、もうまとめて同じポジションで取れます。で、フィスを1で取った後、第2第3の中間ポジションを使って1、2、4、4で S と AS を4、4と取る形になります。で、次の小節からは第1ポジションでフィス・ハーまでをまとめて取れる形になります。で、第1ポジションで1、1、2、2、4、4という形になって、次の小節は第3ポジションを使うとまとめて、アスとアが2、4と取る形になります。もう一度182小節目アフタフトからゆっくり通して演奏します。ここまでこのような形となります。186小節目からのポジションになりますが、16分音符で始まるフレーズはもう D 線1本で取っていただきたいと思います。で、アーでもいちいち威厳してしまいますと、威厳の動作が入ってきてしまいますので、を D 線で極力まとめて取っていただきたいと思います。で、それ以降のボーイングは2拍目を、2拍目の D をアップアップと続けて、またまとめますね。で、次の192小節目、2拍目でまたアップアップと続けて、あとは D のオクターブが続く形になります。で、あとは197小節目から D の形になりますので、ここはもうひたすら8分音符の刻みになります。で、徐々にピアニッシモから最終的にはピアノを3つまで落とすようにしてください。220小節目からボイドビーボー、2分音符イコール66になりますので、冒頭のテンポに近い形になります。指揮者によってはもう少し早いテンポ設定になる可能性もあります。で、ここは斜線が2つになっていますので、16分音符の刻みになります。このような形となります。で、それが26小節間続いていきまして、246小節目からギスが変わります。
246小節目からギスの伸ばしがあります。でここもクレッシェンドがありますので途中で替え身をするようにしてください。替え身のタイミングは248小節目のところで替え身をするとうまく調子が合うと思います。でそれ以降のボーイングはゆっくり言いますと、最後弾きましたようにここはダウンダウンアップと真ん中のリモートでダウンと弾き直しを行っていただきたいと思います。もう一度ゆっくり弾きますと、ここまでこのような形となります。254小節目から8分布の弾き方になります。で真ん中にスポーツサンドがありますのでここ少し長めに弾いていただきたいと思います。8小節目からはメゾフォルテに一旦落としますので弾きすぎないように注意してください。でだんだんクレッシェンドがかかってきます。で262小節目263小節目ここは斜線が一つになりますのでここは8分布の刻みになりますので間違って16分布で弾かないように注意してください。はい、今日も中途半端ですがここまでとさせていただきます。で前半に説明した部分は前回に解説した部分よりは少し難易度は優しくなっていますので、ここもまずゆっくりしたテンポ感で練習して慣れてきたらだんだんテンポを速くするという練習を行っていただきたいと思います。3回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。